イオングループイオンシネマズイオンシネマズ株式会社はイオングループのかつて存在した映画工業会社2013年7月1日にワーナー・マイカル・シネマズを運営していた株式会社ワーナー・マイカルと合併し法人としては消滅した合併後の社名はイオンエンターテイメント株式会社シネマコンプレックスの名称としてはイオンシネマズが運営していた イオンシネマが継続して使われている。イオンシネマズ株式会社は、1999年4月1日に、ジャスコ株式会社100%出資の子会社として、資本2億円で設立された。シネマコンプレックス、イオンシネマの第一の施設として、同年6月29日に、京都福西郡組山町のジャスコ組山店に、イオンシネマ組山を開業した。この開業時には、 ソニー株式会社も音響や劇場作りに参加し、音響のソニーダイナミック、デジタルサウンドなども優先して導入された。加えて、設立時のロゴはソニーのデザイン室が考案したもので、イオンシネマの英字の C20 字の重なった文字のものであったが、後のホームページ上のものとは若干異なる。後日の統合以前の段階で全国に十三サイトを展開していたが、 イオングループの店舗に併設されることが多かった。また、統合以前のイオンシネマのコンセッションでは、全館でペプチコーラを販売していた。2013年2月28日に、タイムワーナーグループが資本を撤退し、ワーナーマイカルがイオンの完全子会社となったが、同年7月1日にワーナーマイカルを存続会社とし、イオンシネマズを吸収合併。 社名はイオンエンターテイメントに変更された。また当初は3年以内に、その後は同年内にワーナー・マイカル所有の劇場名をイオンシネマに変更するとしていたが、当初予定より早く会社の統合と同日付での統一となった。なお、看板などは同年内に全劇場にて変更を完了した。統合以前のイオンシネマの劇場数は前日の通り13。 サイトだが統合後は合計74サイト、スクリーン数では609となり、合併時点のサイト数、スクリーン数は共に東方シネマズを抜き、日本国内第1位となった。この他、統合前の6月28日から30日には、イオンシネマ13サイトでも、イオンシネマズからのありがとうの3日間として、統合後の7月1日から7日には、計74サイトで、 新生イオンシネマ誕生祭として様々なイベントを開催された。なお、統合後のロゴに関しては、旧イオンシネマのものと同じものを用いているが色が赤からローズレッドとなったほか、イオンシネマの書体は、旧ロゴの方がやや丸みを帯びている。以下に記すのは2013年6月まで、イオンシネマズが運営していた13の映画館である。 ワーナー・マイカル・シネマズと統合後の現在のイオン・シネマについてはイオン・エンターテイメント劇場を参照。ありがとうございます。